今日はちょっと重要な報告があってきたんですけど、あれうちの会社そんな、なんかカッターシャツ着とったっけ？え、いつもでもこれ結構な衣装じゃないですか？全国で一番ラフ目指しとってんけどはい、まあ、あのちょっと今日はこれを着ないといけないことがあって、はい、今日はこれ着てるんですけど、もしかしてあれ？はい、そうなんですよ。ちょっとセナコの件で炎上しとったもんな。はい、はい、炎上しとったもんな。炎上しました、まあ、あれはあかんかったと思うんで、はい、すいません。まあでもちょっと今日もうセナも来てるんで、まあ、ちょっと今からセナ呼んで、うん、ちょっと一緒に話をしたいと思うんですけど。あ、ついに動画撮んの？はい、あもうちょっとで来ると思うんで。はい、はい、来た。あ、お久しぶりです皆様はい、まあセナもちょっと8ヶ月ぐらい休業してたじゃないですか。ちょっとあ、そんな何年？はい、まあその8ヶ月の間に何があったかと言いますと、うん、大丈夫か？大丈夫、大丈夫。まああの僕たち結婚ではなくて兄弟でした。兄弟でした。いや、もう兄弟でしたよ。そうなの？もうなんか証明するもんある？免許証見したらいいですか？僕の妹です。なんと。はい、実はずっと黙ってたんですけどね。もうセナっていう一人の人でちょっとやってたんですけど、今まで、まあ、別の、まあ、仕事をしてて、なんでまああのちょっと結構出演頻度が少ないとかあったり。結婚？結婚、はい、結婚と結婚をちょっと書きました。冗談です。はい、まああの、まあ、そういうので、まあ、その、うん、なんていうんですか、月に1回、まあ、スポットで来てもらってっていうのがあったんですよ。まあまあ俺らあれやもんな、はい、あの YouTube の撮影日を月に1回設けてて、はい、まあ、そこでちょっとこう違う空気を入れるために、はい、あのセナにちょっと来てもらって、あのスポットで、はい、でその日だけのバイトみたいな、まあ日雇い。そうですね。まあその感じで3本4本ぐらいですか、多い1日取ってそれを小出しで出すみたいなやり方やってるな。そうですね、うん、ただまあその仕事のなんあの忙しかったりとかでやっぱ来れなくなってっていうのがあって、あとちょっと、はい、アンチコメントでやんでて嘘つけよお前。絶対嘘やろそれ。顔がちょっとはって言われてそんなことあったよ。せっちゃん傷ついたよ。お兄ちゃんいきなりめちゃくちゃ兄弟感出しちゃう。すごいどこだけ兄弟感出してる。今回その正式に、まあ、うちのメンバーとして、まあ、この会社に入社して、まあ、YouTube も撮っていくっていう形になったんで、まあ、こんな感じでアンチコメントをちょっと病んでるんで、うん、あの皆さん温かいコメントうちのお店になご来店いただいたお客様とかでも、はい、セナちゃんいないんですかとか言われとったもんな。ちょっと言われてましたね。ちょっと胸痛かったもん、ね。はい、ちょっと旅出てるんですって言ってまあ今日休みなんですよ、はい、って言ったけどな。常に休みです。まあこれから、はい、週8やったセナ。週8です。週8であの出勤してるんで、皆さんあのお店で見かけた時には、はい、あの仲良くしてあげてください。お願いします。はい、お願いします。でまあ今回セナが入社して、そのジルチャンネルを加速させるために入社してもらって、これから今までは僕とタイガであの基本編集撮影とか全部回してたんですけど、あのやっぱりちょっと激務すぎてそうですね、はい、あのセナが入りますっていうことで、はい、これからあの動画の編集撮影とかな、はい、あのセナがちょっと手動で頑張ってくれますんで、はいはい、ちょっと編集の感じとか変わるかもしれないですけど、あのその辺はあの温かく見守っていただけたら、はいはい、と思います。よろしくお願いします。はい、でセナが入るに伴って、はい、編集のスピードが上がると思います。はい、なんであの今までは僕ら、週2投稿をやったんですけど、はい、セナこれは自分で言った方がいいんじゃん。週はい、週3回、週3回ですね、はい、で、セナちゃんの、編集次第では、はい、週4回になったり、はいはい、あのもっともっと加速させていきますんで、はいはい、皆さんこれからも温かくジルチャンネルの方、はい、楽しんでいただけたらなと思います。お願いします。しかし今回の動画壮大な釣りやったな。はい、なちゃんと風船仕込まして、
はい、結構でもこれ兄弟って結構バレんかったもんな。まあ多分僕が基本的にやっぱカメラマンをしてたっていうのがあって、でもまあジルのお客さんも一人だけな、あセナちゃんってな、はい、あの見破ったあのつわもののお客さんもいらっしゃいました、はい、いやその時どうしようと思ってまあ隠してたというか公に出してなかったんでね、はい、今まではねタイガさんタイガさんまあこれからもう普段の感じで、はい、うん、あのタイちゃんカズちゃんあ、俺兄弟ちゃうからお前俺カズちゃんって言うなよお前怒られるえ、うちの長男長男はいあ、ちょっとあのもうマスも来ると思うからはいはい、ちょっと待ってどうでした大将が呼ばれたんで来たんですけど、スーツ着てるんですか。え、なんかスーツ着てる報告の動画やん、これ壮大な釣り動画やこれマジっすか壮大やん、牧師の方でよかったでしたっけ。あ、間違えた、牧師の方か、君は。あ、牧師違いだな、牧師の方か。ちょっと、ちょっと、まだいや、もう真実言ってるから大丈夫です。まず作らんで、ね、兄弟っていうの言ってるからちゃんと、うん、え、そうですか。え、知ってるやん兄弟なんですか、うん、ここ。いや、お前が手出してることも全部筒抜けやってんねん。言うな、言ったやつなちょっと今日夜ご飯どうちょっと今日マッスーさんに言われてるんですよ全部知っとったよ。マジですか、うん、全部言ったまあまあ今回セナがな、はい、入社してこれからジールチャンネル、はいはい、あ、セナ入社したんやから、はい、意気込み、あ、そうですね、これはもう大事なところだから俺も踏んできたからなあ、先輩まず見本見したのか先輩。いやもういいです、そんな。え、過去動画を、いや先輩見しちゃって背中を見せてほしいな。頑張ります言っときゃええねん。あお前せこいな。せこいですね。それせこいな。今考える十分で。お兄ちゃんお願いしますめちゃくちゃ滑りましたね、これこの空気、誰が挽回してくれんねん。セナしかいない。この空気変えるのはセナしかおらん。はいこの空気変えるのはおい、セナやると思った。びっくりした。頑張りますちょ隣のやつ誰やねん、お前誰やねん、連れてきた皆様、ご指導ご鞭撻のほど、ご鞭撻お願いします、はい、こんなメンバーですけど、はい、これからも皆さんに楽しんでもらえるような、動画や、はい、情報の方を発信していきたいなと思いますんで、はい、はい、これ何の動画ですか、ほんまに。え、これ、タイガとセナが兄弟やったっていう、あーご報告の動画。何や、報告動画です。1本目から編集がすごい大変そう。頑張ります。 MD いっぱい出してるんでやばかったよ。そうなんですか、うん、こいつもすぐ笑う僕たち実はギャーまあちょ距離あるから距離あるから何気なくこうもうちょっと寄るよリードしてまあこれも使うけど NG で、はい、もうちょっと上、はい、っていうのがあったんで、まあちょっと何があったかと言いますとめっちゃ笑ってる頑張れまあ僕たちお前笑うなって笑ってる何笑ってるじゃあ YouTuber 笑ったんだ、うん、なんか車屋さんやけどな、はい、車を飛び越えてなんかこうエンターテインメントとして、そうですね、なんかこう面白い動画を、はい、発信したりとかしたいと思うんで、はい、セナもこれで晴れてまっすーの家に、ドッキリできますね。入門許可書渡すわ。ノートにいっぱい書いてるんで企画、はい、マジで。もう僕んちゃんセコム入れましたいやセコムなんか来たところで俺からもう放送禁止ですまあこれからも
そういった動画とか、はい、配信したりしますんで、はい、皆さん、まだまだ僕たちの動画に、高評価と、コメントが足りません。足りません。これからもセナが入ることによって応援コメントとかあれば嬉しいよな、セナ。はい、アンチコメント大歓迎。大歓迎よ。よし、知らんぞ。アンチコメントも大歓迎とか。あ、そうですね。もやな。あ、も。はい、はい、たまに褒めてくれたら喜びます。はい、視聴者さん、アメとムチお願いします。はい。はいはい、まあということでちょっと、まあ、釣り動画みたいになっちゃったんですけど、はい、まあ僕とヘラヘラすな、はい、ヘラヘラすな、あ、すいません、ちょっとはい、そういうことで、はい、まあちょっと僕たち、はい、僕とセナが兄弟でしたっていう、はい、動画を今回撮らせてもらいました。これドッキリ動画、報告動画です。あ、報告動画、はい、ドッキリじゃないです。はい、サムネが非常に釣りな感じになってて、まあ、皆さんすいませんでした。まあ一応ご報告、何のご報告かはちょっと書いてなかったんで、はいはい、その辺はちょっとすいません。はい。はい。まあちょっとこれからも応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということなんで皆さんチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。じゃあ今回は以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。